皆さんご機嫌いかがでしょうかひろこのウィークリーゴールデーようこそ3月24日。今回は貴金属スペシャリスト、池水雄一さんと一緒にお届けします。池水さん。どうも、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマなんですが、はいえー、金以外の貴金属にフォーカスする月に一度の番組ということで、シルバーと PGM なんですが、タイトル、ノリリスク生産障害の影響と、 ということで、はい、このノリリスクっていうのは、ロシアにあるんですよね、そうですね、まあ、のロシアの、まあ、ニッケルの世界一の,あの会社なんですけれども、えー、パラジウムもそこがあ世界一の生産者であるというところの鉱山のお話ですね。 言ったことがあるらしいんですけどそうなんです <laughs> 先ほど僕があのとはあの、うちのスタッフに指摘されたんですが、はい、あの後で、まあ、ツイッターとかの公開したいと思うんですけれども、僕が2006年に書いたレポートで、はい、私は実はそのまさにその鉱山にですね、潜ってたんですね。<laughs> ちょっと今、衝撃を受けてあ、あそこってそこなんだって。 で今ちょっとっっててちょっとまだ動揺が続いてますけど、今気がついたて面白い話も、はい、<laughs> ぜひしたいなと思います。はい、本編で伺っていいいきたいと思います、はい、ではまず価格チェックからしていきましょう。貴金属一覧、1週間の比較で見ているんですが、パラジウム以外の貴金属、全部ちょっと難聴なんですね。パラジウムう、ね、だけ金利の影響をやっぱり受けてますよね、他の貴金属はね、長期金利が、まあ、やっぱり1.7、1.6まで上がっているということ。はい でパラジウムに関しては全く関係ないよっていう感じですよね今日はこの話題にフォーカスですよね、はい、チャートを見ておきましょうか、はい、パラジウムこれレンジを抜けました、うん、抜けました、はい、この強さの背景に、ね、去年の8月からのレンジを抜けましたからねそうですね、はい、何があったのかということは今日は、ね、ブルース池水さんにじっくりと解説いただきたいと思います今回のテーマこのようになっています まずパラジウムなぜ強いのか、そしてプラチナはどうなっているのか、そしてシルバーの現状ということで、今日も最後までお付き合いいただければと思います。この番組は豊かで均等し、豊かトラスティー証券の提供でお届けします。 まず本編に入ります前に一つご案内がございます。この番組の提供会社の豊かトラスティー証券からのご案内。格、えー、月で発行しています投資情報マガジンゆうというのがあるんですが、こちらのゆう 毎回、指揮者による分析レポートが掲載されています。最新の2月から3月号では、エミン・ユルマズさん、鈴木和幸さん、そして小菅務さんらが書き下ろしのレポートを寄稿されています。この UU は、えー、会員向けのサービスなんですが、今回、6月から7月の夏号分まで、特別に PDF 版をメールでお届けさせていただきます。 購読ご希望の方はこちらの QR コードか番組概要欄もしくはコメント欄のリンクからお申し込みください。応募期間迫っています。来週の4月3日までとなっています。この4月3日までにご希望の方、こちらからお申し込みいただければと思います。以上、番組からのお知らせでした。では、池水さんよろしくお願いいたします。はい、まずは PGM プラチナパラジウムのポイントちょっと見ておきましょうか。この 池見さん行ったことがあったノリリスクニッケルここからね、はい、ちょっと話題を掘り下げていただきたいと思うんですがそうですねはいあのまあ僕は三井物産時代なんですけれども2006年にですね、はい、まあノリリスクが世界中のその、えー、取引先を呼んで、はい、あの鉱山ツアーをやってくれたんですね。あのもう全部 向こう持ちだからもうこちら一銭もお金を使わない、招待旅行だったんですけど、その時にこの今実はえパラジウムの上昇の理由になっているそのえ鉱山の浸水被害っていうのを受けてるんですけれども、その浸水被害を受けてるのがこのタイミルスキーっていう、この真ん中にありますね、タイミルスキーっていう鉱山ともう,すこもう一つ、そのすぐ近くにあるオクチャブリスキーっていう鉱山の2つがですね、はい、 被害で、えーまあ、フル稼働に戻るまで3、4ヶ月かかるっていう発表をね、あのノリリスクが先,週先々週からにしたんですけれども、あのその僕はそのニュースで、あこのニュースでパラジウム上がってますよみたいな話をです、ね、してきたんですけど、はい、<laughs> 今日実は気づいたら自分、まあ、僕、ノリリスク行ったことあるんですけれども、その時に見せてもらった鉱山が、 まさにこのタイミグスキーだったっていうのは、今、気づいて<あ>。今,いて今になって気づいたんですね。<laughs> っび,っびっくりで、ああ、バカだな、俺って今います。<laughs> 本当に反省してるところですもとみたいに解説してましたけど、自分で見てきたことがあるところだったっていう。あそこかよっていう、はい、そういう感じですよね。<ー>はい、はい、そこが今、浸水被害に遭っているということで、生産障害が起こってるってことなんですね。結構深刻な障害のようで、先ほど言ったように3、4か月ぐらいかかって、でそのために20%ぐらいあのノリ,リスクの PGM 生産。まあ パラジウムだけじゃなくて、プラチナもなんですけれども、はい、それが減少するという見込みになっています。だいたい、実数にすると、プラチナが五点七トン。 はい、それからパラジウムが21トンぐらい、21トンっていうと、はい、は世界の1年間の,平あの生産量の10分の1にあたる当たる量なんですけどね。結構大きいですね、これ。はい、それがもう、うん、その分減るっていうことを、パあのノリリスク自体が発表したんでね、これによって、あのパラジウムは今まで過去、そうですね、6、7か月ずっと2200、2400ドルのレンジにあったのが、えー、先週。 一気に二千七五十ドルまで一時急騰しました。うん、やっぱりその影響は大きいですね。パラジウムって、もともと今回の件がなくても、恒常的になんかあの供給不足ですよね。そうなんです。まあ,あ、の、もう本当に先ほど金利なんて関係ねえって話をしましたけど、要はあの、もう本当に純粋に十九で動いていると考えてもらったらいいと思うんですけれども、もう過去十年間、ずっと供給不足が続いてるんですね。はい。 要は不足がずっと積み上がってきてるっていう状況で、要は地上在庫もほとんどない、もう,もう使い尽くしちゃったと。だから自転車操業のような形に今なってると。それに加えて、このね、あの、また20、 その世界のきょうあ鉱山生産200トンぐらいのものがそのうちの20トンが今年は減るっていうことがはっきりしたっていうことで、はい、やっぱりその今まで落ち着いてたレンジから抜けて、えー、まああのこれも書いてますけど高値っていうのは、えー、昨年3月末に2883ドルまで取引されましたけど、はい、まあそこに 一挙に近づいいてきたなという感じですよ、ねはい、じゃあ、チャートをご覧いただきましょう。まず足元ではこのようにビヨーンと、ね。そうですね。この発表があったのはまさに3月の18とか19とか、この辺だと思いますね。はい、そこから大きく、えー、上昇したと。そして、ね、過去の高値が見えるチャートです。はい。はい、これがね、やっぱり2020年、この3月のすごい高値。うん、そここからのの反動この 下がったのは、まさにあのコロナショックでみんな売られた時ですね。うん、まあ、あの変な変なというか、えー、リーマンの時もちょうどそんな感じだったんですけど、こう、うわーっと PGM 上がってって、上がった一番トッピッシュなところでこんなニュースがボンと出る。うん、リーマンの時は長 えー、電力不足の話で2週間、えー、鉱山の生産が止まって、プラチナが2300ドルまで上がって、ロジウム1万ドルまで上がってと、あの時もそうですね、それが上がりきった瞬間にリーマンショックっていうのが、ぼーンと起こって、<laughs> はい、今度はうわーっと売られたっていうね、いうことがありましたけど、それに似たようなこのコロナの、コロナショックの動きがあったんですけど、ここに来てようやくその、えー、高値につけたころの、 と近くままで戻,戻してきてきすよね、うん、でやっぱり今年もねあの、もちろんその分供給不足になります、えー。今年の供給不足、大体36トンぐらいになるんじゃないかっていう、えー、マーケットの不足が出てて、来年も、まあ来年はそこまでひどくないですけど、19トンぐらいの不足なんで、はい、まあ要はもう毎年不足が続いていくっていうのはもう,もうはっきりしてると。そうですね、だから、はいうんあ、すみません。 あの多分今年の年末までにね、この高値を抜けて、やっぱり、 パラジ3000ドルっていうところを目指すような動きになっちゃうでしょうねうん今回の件はその生産障害が起きているということでの、まあ、上昇のきっかけになりましたけどそもそも世界の,そのカーボンニュートラル脱炭素 CO2 排出しちゃだめですよみたいな流れの中ではもうパラジウムとかプラチナの需要っていうのは伸びていく一方の中でってことですよね。そうですすねあの、まあ、皆さん、e、とか、ねまあ、もありま あ要は化石燃料を使わない自動車になっていくと、触媒になっていらなくなるじゃないのっていう考え方する方も結構多いると思うんですけど、実際、そういう状況になるまではまだまだ時間もかかると、そのなるまでの間っていうのは、要は、排出規制がすごく厳しくなっていく、そうすると、今、実際に例えばガソリン車に使われている触媒、パラジウム。 の量はどうなっていくかっていうと、要は1台あたりもっともっと増えていくんですね、使う量が、その規制が厳しくなればなるほど。はい、まあだから逆にそういった意味では、今後、この規制が厳しくなればなるほど、その触媒の必要量増えていって、やっぱりパラジウム、まあ、プラチナも同様ですけど、やっぱり PGM の触媒としての,その需要っていうのは増えていくって考えたほうがいいですよね。はい すごいこれからもどんどん上がっていきそうなニュースがたくさんある中で、このパラジウムよりももっとすごい上がり方をしているのが、ロジウムです,そうですねまあまあ、ロジウムはね、もう2万9000ドルって、ここになってますけど <laughs> も、今や3万ドルの手前までいってます。 これ1オンス3万ドルですよね。パラジウムは高いって言ってもさっき今年3000ドルまで行くんじゃないですかって話をしましたけど、10分の1ですからね、ロジウムの, <laughs> <laughs> あの。もうちょっとロジウムは本当に、うん、なんて言えばいいんだろう、手をつけられないというか、要はその年間生産量もプラチナパラジウムの10分の1、20トンしかないっていうこと。はい それから生産はもうほぼほぼ南アフリカだけで取れる。PGM っていうのはまあゴールドと比べるとすごく偏在してるんですけどそれでも例えばパラジウムであれば、はい、さっき言ったノリリスクっていうロシアの会社が世界で一番大きいたくさん作ってる、はいはい、そういった意味で南野ロシアプラスあと北米、はい、えアメリカカナダにこの3箇所で取れるんですけれども。はい でもロジウムはもうほぼ南アフリカだけという、極論すればね、もちろん少しは出てきますけど、他のところでも。うん、でも、一番たくさん取れるのは、南アフリカのすごく古い鉱山、UG2、うん、とかメレンスキーといったヨハネスブルームの近くの鉱脈がメインなんですね。はい、ですから、はいあの、そういった意味で供給もすごく限られてしまっているっていうのが、このロジウムの背景にはありますよね。 であと、はい、まあ需要面を見てみると、やっぱりその用途の、まあ、88%っていうから、ほぼほぼ9割がやっぱり自動車触媒でありますよと。で特にロジウムの特性としてその、えー、ノックス、うん、窒素酸化物を取り除くっていう特性があって、はい、これは他の触媒だとなかなかそれはできないようなんですね。うん、ですからやっぱりロジウム が必要っていう面もあってそれ、そういう需要での本当にオンリーワンみたいなところと、はい、供給面でのすごく細い部分っていうのが重なって1、1グラム10万円、1グラムですからね、1円玉が10万円の価値があるという、そういう感じですよね。はい、そんな風になってしまってるっていうことですね。 ただ寂しいことに、これはね、あの個人投資家が投資できるようなものではないんですよねそうですね、残念ながら、やっぱり、うん、あの先物市場にも、e まあ、ETF がないことはないんです、ヨーロッパでやってるところも実はあるんですけど、うん、まあまあ、リクイリティなんてあったものもんじゃないと思いますんでね、なかなか一般的にその投資家が参入できるっていうメタルではないですね。 一般の投資家が参入できるメタルという中では、やっぱプラチナの流動性はまあかなり大きい方だと思うんですが、はい、そのプラチナも動いてきました、はい、あのやっぱりね、プラチナ、過去5年間の,あの動き、もうちょっとこの先にその、チャートが、えーうん、これですね、はい、これ、貴金属4メタル、えー、ゴールド、プラチナ、パラジウム、シルバーのおーチャートなんですけど、この、えー 緑色はパラジウムですね。で、えー、オレンジ色がゴールド。まあ、値段順に並んでると思っていいんですけど。で、青が、これはシルバーです。シルバーだけ左の方に、目盛りが左あの、あまりにも値段が違うんでね、あなってますけど。で、えー、このオレ赤、赤といいますか、えー、がプラチナなんですね。 やっっっと上がててきたって感じそう、もう過去5年間ぐらい見てみても、うん、他のメタルがこうずっと右肩上がりで上がってるのに、えー、プラチナだけ上がらなかったっていうのが、ようやくここ2020年、えー、後半からですね、はい、大きく上がってきたっていう、ようやくまあ動きが出てきたなというところですね。はい、フォーーーカスしたチャートがが次のページにあるんですが やはり一旦コロナで下げたのは一緒なんですがそこ、ねはい、からのやっぱり上げが結構プラチナがきつくてやはりすごく他のメタル4メタルに比べて割安感がすごく強かったというのがまず一つですね、はい、それからあのやっぱりこれねあの2020年の後半そのアメリカの大統領選挙が絡んできて、はい、バイデン大統領になる。 なりそうっていうね、話になったときに、はい、バイデンさんの,その,あの政策のエージェンダとして、やっぱり環境問題、はい、あのグリーンリボリューションみたいなね、はい、話が出てきて、そこでそのアメリカだけじゃなくて、えー、欧州、日本、中国も含めて、脱炭素社会なんていう言葉がですね、だいぶ一般的に語られるようになってきて。 でじゃあ炭素じゃなくてどうするんだっていう時に水素っていうのがね注目を浴びてきたっていうのが実はプラチナにとって非常にプラスの材料にななっ,っていいるとうことなんですね、はいはい、プラチナは水電解に、まあ、使う触媒というかその時に使うんですよね。そうですね水素の。理想的な水素の取り出し方あの水素を取り出す すすごくたくたさんん電力使うんです実は、うん、これって結構あの卵と鶏の,の問題と同じでね <laughs>、はい、そんなたくさん電力どうやって使うんだよ作るんだよとそれで化石燃料を燃やして作ってたら全く意味がないって話になっちゃうんで,、はい、でまあそのやはりリニューアブルエナジーあの太陽光とかですね風力とか。 ある意味、原子力もリニューアーグですね。そういったエネルギーを利用して、水を電気分解して、水素を取り出すと。水から水素と酸素が出てきますけど、あの、それをや,れやるのが一番まあ理想的っていうのは理想的なんですけど、その水電解に使われる触媒として、プラチナっていうのがね、やっぱりクローズアップされてきてる。 もう一つ、イリジウムってあるんですけど、はい、イリジウムも同じ PGM で水電解に使われる触媒なんですが、はい、イリジウムはもっと広くて、本当、あのこれ、あ、これですね。<laughs> 年末ぐらいまで1600ドルだったのが、はい、今やなんと6000ドルもう目の前っていうぐらいものすごく急騰してます。はい、これはもう全てこの。 あの水電解の触媒だっていうことでね、こんなふうになっちゃったんですね。す、はい、すごいですね、まあ、イリジウムは特にやっぱり他のメタルあの、ロジウムが20トンしか取れなくてみたいな話をさっきしましたが、はい、イリジウムはなんと6トンしか取れないんですね。<laughs> うん、これもまたロジウムと同じでプラチナの副産物として取れるんで、計画的にたくさん増産するとかってと全くできないしで、圧倒的にやっぱり数量、 6トンですからねゴールドは3200トンとれるのにイリジウム6トンですからね、うん、もうどれだけ希少性高いかというのはそれだけでも分かりますよねはいそして、えー、水電解のまあ水素というようなテーマ以外に自動車の FCV というところでも ね、そうですね、先ほど EV とか FCV って言いますけど、はい、FCV、フュエルセルビヒーク、はい、ー燃料電池車ですね、えー、この燃料電池車に使われる触媒がやっぱりプラチナなんですね、ディーゼル車に使われるっていうのは皆さんご存知だと思うんですが、FCV ではディーゼルよりも,もっとまあ10倍ぐらい使う。はいまああの ディーゼル車が3グラムとすれば、FCV では今30グラムぐらいの触媒を使うっていうふうになっても、もちろんそれはあの減らしていく努力をどんどん今してると思うんですけどね。はい、ただまあ、触媒として使われるっていうことで、それもまた強い材料。で、この FCV が今世界中で <laughs> まだ数万台ぐらいしか走ってないんですけど、はいえー、一応2030年、 あと10年でね、1100万台ぐらいまで増えるっていう予想をしているところがあります。もしそうなったら、年間31トンぐらいの需要になると。とういうことは、今のプラチナの需要の1割ぐらい新たに増えてくるっていう考え方ができるっていうことを。 ワールドプラチナムインベスティメントが入ってます。インベスティメントカウンセルが入ってますね。はい、あのだから、これもちょっとね、明るい材料として、えー、捉えていいんじゃないかなと。ちょうどね、昨日、はい、昨日というか、ま、僕の家の近くの、はい、あのえー、っと、レンタリースじゃねいや。<laughs> <の>カ,ーーカーシェア。カーシェア。<laughs> カーシェアあるんですけど、はい、そこに、 未来が青い未来だと思ってるんですよ未来がかわし屋なんですよれるんだシェアリングサービスでそうそうそう。だからちょっとね僕いっぺん乗ってみようと思ってあー乗ってみたいですねそしてねはい。か、どんなか、その FGV ってどんな感じかとかねあと自分でこの水素をぎゅってやるのを入れるのをやってみたいなと思ちょっとそれをやってレポートしようかなと思ってます 水素自動車がねそのうちどん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 増えていくという計画のもとでプラチナも使われるんじゃないかという話。えはい、ということでプラチナの割安感が修正される過程でゴールドプラチナスプレッドは縮小しておりますすそうです、ねまあ、一時1000ドルを超えてた値差が今もう半分ですから、ね、500ドル台半ばまで来てますからうそういった意味ではこれ1000ドル超えてたのって昨年ですからね半年ぐらいでスプレッド半分になったんですね。はいはい もう過去そうです2015年からだから、えー、大体6年間ずっと逆転してますけど、うん、その逆転幅が半分が半年で起こったっていうところは早いですよね,すよねだから、はい、どうでしょうねひょっとしたらまた近い将来プラチナがゴールドに近づくっていうことは十分ありえるかもしれませんねそして今日のもう一つの貴金属シルバー ねうん、ちょっと静かですね、静かですけど、うん、まあやっぱり長期金利の上昇の影響を大きく受けてるっていうのはあるんですが、うん、ただ、まあゴ、ゴールドと違うというか、まあ、シルバーのやっぱりね、現物の需要がね、結構、特に個人投資家の現物需要は非常に旺盛ですね、はい、あの特に欧米ですけど。なんででしょうか<の> いやなんかねやっぱね、シルバー買いたいって人が多いんですね。はあ、で、まあ、日本でもあのよく僕のツイッターのフォロワーの人なんかが、シルバーはないとか言って、買えないっていうふう<ー>なことを言っていう人は結構いるんですけど、はい、まあシルバー売ってないんでね、ああの金属商はそもそもシルバー売ってないんですよ、今。はあ、あのないとか、あるとかないな、ないから売ってないわけじゃなくて、 まあ僕は思うにシルバー売っても儲かんないから売らないと思うんですよね。安すぎて。<laughs> うん、そうですね、<で>価格がね。はい、だから基本的には30キロの貝ですから、うん、あのでっかい、こんなでっかいインゴットなんですよね。で、それを個人が買うかちょってっうと、まあまあ、買わないじゃないですか。そんな重たいものだと、買えるんだっていう話になりますよね。で,ねはい、で、それを例えば1キロとか500グラムのものに。うんえー 小分けにしても、加工するだけでもコストがバカみたいにかかると、うん、そうすると、多分銀の価格、銀自体の価格の、ね、もう何割っていうか、倍の価格になってもおかしくないかなと思うんで、今25ドルとかですもんね、うん、そうだからそういった意味じゃあ、あんまりその金属商が銀を売るっていうことに魅力を感じてない。 空手に入らなないいいんんじゃののっていうのはねあるんですけど、はい、ただ、まあ海外ではその ETF とかはもちろん売れてるんですけれども実際にその例えば造幣局なんかの売ってるシルバーのミバーとかねそれからコインが売り切れでなかなかもう現物が出てこないっていう事実は確かにあるんでね。はい そういった意味じゃ、そういう,う現物の買いが、まあ、じわじわとこのシルバーのー、まあ、マーケットにひ効いてくるの可能性もあるかなというのはありますね。はいうん、今、25ドル近辺なんですが、やっぱ25ドルは安いと、まあ、個人的には思います、はい、じゃあ、金銀比かちょっと見てみましょう。 金銀比価はね、やっぱり昨年の,そのコロナショックの時に120対1までいきましたからね、うん、まあそこはやっぱりやりすぎだ、でもそれが今、一時64対1までいきましたから、半分ぐらいにはなったんですね。うんはい、だから、まあ、ある意味、あのー、シルバーも昔ほど割安ではなくなったっていうのは言えると思うんですね。はい うん、RSI、相対力指数なんて見てると、25まで下がってもシルバーの,の RSI で50ぐらいあるんですよ。うん、そういった意味じゃ過去の、まあ、RSI って過去の価格の流れから計算するんでね、でもあの、ゴールドだったら、ゴールドが1800ドル割れば、RSI を40割って35、6まで近づくんですね。うん、そしたら あのまあ、指数的にはすっごい割安ってことになりますけど、うん、まあシルバーはもう少し下がらないと、そういった RSI 的なその割安感はあまりないと、はいでえー、過去、ずっとね、あの85対1ぐらいを見てるんで、やっぱり65対1まで来ちゃうと、ちょっとゴールドに対しての割安感っていうのは少し、えーまあ、減少してるかなっていう気がしますね。はい ありがとうございます。では、ここからはテクニカルでそれぞれの基金属、えー、国内の価格で見ていきましょう。まずは、為替相場。ドル円相場なんですが、これ、週足のチャートです。125円までアベノミクスと日銀バズーカでドンと円安になったところから、ずーっとじりじりとね、円高基調だったんですが、今回、えー、102円59銭、正月明けにつけてからは、えー、円安基調が強まっています。 ただこれちょうどレジスタンスにぶつかっているので、少しここで、まあ、おしめを作るか時間調整するかという。 局面かなというふうに思います。200周移動平均とぴったりぶつかっているところですね。ただ、これで少し時間調整なり価格調整なりがあった後、このレジスタンスを超えてくれば、またスケールの大きい円安トレンドが発生するんじゃないかなというふうに思うので、その時は国内の金属価格にとっては非常に強い支援材料となると思っています。え続いて金です。金付き足チャート。 基準線の5760円、ここがサポートするんじゃないかと期待しておりますが、どうでしょうか。まだ RCI 赤いラインですね。黄色い丸ついています。ここがまだ上向きになっていないので、まだ開催というところまで行っていませんえ。右側の冷やしチャートご覧いただきますと、そうですね、コロナショックの安値から去年の高値までの半値押しというところをなんとか死守して動いているという状況です。えただ RCI の長期戦、中期戦、ちょっと下に いるので今、短期戦の赤いラインも下向きということで、今は強い状況にはないということです。そしてシルバー、今、池水さんの方からオシレーターの RSI というところのお話がありました。私は rci を見ていいるんですすがえ月足ご覧いただきますと上の、えー ロカシですね天換線81.9円というところに位置しております。この辺りまで下がっても別に、えー、何ら不思議はないというところにあります。赤いラインですね、RCI の赤いライン、短期線も下向きにあるということで、目先、あんまり強い状況ではなさそうです。そして冷やし、冷やしチャート、RCI の中期線が、ね、下に向いている、短期線も下に向いている、MACD も下向きということで、今ちょっとこう。 買うというようなチャートにはなっていませんということで、月足の転換線までの下落というのは、まあ、一応想定しておいた方がいいかもしれません。続いてプラチナです。プラチナは非常にいいチャートなんですね。月足はこの長い長いレジスタンスを超えて200ヶ月移動平均線、200ヶ月移動平均線も超えてるということで、RCA の 中期線長期戦も上昇、そして MACD も上昇、ゴールデンクロスということで、プラチナ大変強いチャートです。 ただ右側、冷やしちゃっと見ますと、MACD も少し下向き、えー、RCI も中期線と短期線が下向きということで、今ちょっと調整局面です。どこがサポートになるのかなと思って見てるんですが、一応、一目均衡表の雲の加減というところまで下がっても、まあ、ら不思議はないかなと思います。3899円、このあたり目安で、また追加で、まあ、主力したいかなと考えているところです。 そしてパラジウム。パラジウムは今回の池水、えー、さんが行った鉱山会社、ノリリスクの鉱山が浸水被害に遭ったということで、ビヨンと突き足が三角持ち合いを上に抜けました。これはまあ大変強いシグナルですね。これはもう前回の高値を目指して上昇している途中かなというふうに思いますので、押、ま、し、あ、め買いでいいのかなというふうに考えています。 では、えー、海外市場の先物市場の投機化ポジションを見ておきましょう。先物市場という観点から見ると、あまり飽きない盛り上がっていないようですね、池水さん。そうですね、まあ、ETF と同じで、やっぱり長期金利が上がってきたことによって、投資家はどっちかっていうと、ゲティングアウト、あのロングのポジションを手締まっているという動きでしょうねそうですね。はい はい。ただし、投資におけます最終判断皆さんご自身で慎重に行ってください。ひろこのウィークリーゴールド、ぜひ皆さんチャンネル登録と動画へのいいねよろしくお願いします。ということで、今回は貴金属スペシャリストの池水雄一さんと一緒にお届けしました。池水さん、どうもありがとうございました。どうも、またね。忘れないでね。はい。<laughs>